ドランス、フルニエ・ボードリーは、カナダ、デンマークの女性フィギュアスケート選手。パートナーは、ニゴライ・サー・アンスンなど。2012年8月に、ニゴライ・サー・アンスンとカップルを結成し、所属をデンマークに移した。国際大会デビュー戦のパベル・ロマンメモリアルで、優勝し、自身初のシニアの国際大会でのメダルを獲得。続く、アイスチャレンジでは2位。 ネスレ杯で3位と連続で表彰台に立った。2014から2015シーズン、欧州選手権では前年の18位から大きく順位を上げ9位。世界選手権でも11位と検討した。2015から2016シーズン、グランプリシリーズに参戦。スケートカナダで7位に入った。欧州選手権では2年連続で9位。2016から2017シーズン。 欧州選手権では自己最高の7位。世界選手権では13位でデンマークのピョンチャンオリンピック出場枠を獲得した。2017から2018シーズン、デンマーク国籍取得が拒否された。デンマーク期間には7年間の居住が必要だが、2人は練習拠点をカナダに置くためである。欧州選手権で9位になり、シーズンを終えた。3月1日には、 オリンピック出場を目指して、カナダ遺跡を発表。デンマークスケート連盟も遺跡を後押しし、連盟のホームページでその旨の声明を発表した。2018から2019シーズン、カナダ選手権で銅メダルを獲得。4大陸選手権では5位に入った。ありがとうございます。